あ、続けたまに撮っております。どうもアザラシでございます。チャンネル登録お願いしますって言っておきましょうか。前回のやつで優勝しようと思ってたら、まさかのサヨナラ、近鉄にサヨナラ負けということで、マジック減らずということでね、うちの大エースガンチャソがね、ガンチャソが勝てずということでね、どうしよっかな。優勝決定をガンチャンで見たいよな。ガンチャンの勝ちで見たいよな。まあでも、まあでも、そろそろこう、視聴者の方がね、しびれを切らしてくることだからね、頃だろうからね、この焼き付く最強ピッチャー山村に対してトゥーダを当てていこう。トゥーダを見ていこう、見ていこう。ここで勝ってついにこの焼き付くシリーズ勝ち優勝というものを見ていきたい。いい試合が見たいね。やっぱ野球ってのはいい試合が見たい。ひいきが勝つってのそれも大事だけど、いい試合が見たい。待て、打率2割、違う、防御率2割2分5厘。もはや1点入れることすら叶わんだろう。いや、2点入れるので精一杯でしょう。割とね、大味な時代なんで、ラビットボールとまでは言わないまでも結構蛇行の時代だから、2点じゃね、2点しか取れないみたいな感じだ。ファーストは、吉岡です。提供魂ボードだー。勝ちましたわ。これは大沢を流した方がいいと思うな。ピッチャーの制球が定まってないけど大丈夫ですかね。打率2割8分クリーン。坪井が打席に入ります。即座に小笠原通り、まあ、三塁を気にしながらだからね。これはまあもらったような、プレゼントされたような盗塁ですよね。いやー、武藤の守備がいい。だが、1点。お、ヒルダースチョイス。これは無限に点が取れる。これは無限に点が取れる。さらに、坪井も走る。焼き付く出来、かなりこの、攻めた守備ね。積極走塁。攻撃的な守備、攻撃的な打撃を、攻めをしている。ちょっと処理落ちてるな。さあ、この、ちょっと打てそうな感じがしないな。こう、巧みにね、シュートとスライダーを織り交ぜてくるからね。この辺りが多分シュートなんだろうね、今のはね。スライダーを外に投げてくると。どうもこういう、この横の揺さぶりでなんか、焼き付く的には防御率上がっちゃう。シュート。あれがシュートか。シュートと内に来て、内に攻めて、外にスライダーと。おぉ、これはボールか。これでもフォアボールでもいいね。バンドとあえてシュート。フォーク。華麗です。いや、きついでしょ。やっぱ山村いいね。チェンジアップもあるもんな。シュートでいいんじゃない。おお、チェンジアップ。ピンチで三者三振だもんな。やっぱ山村はいいな。欲しいな。欲しいなじゃないな。焼き付くでのみ活躍してる。現実ではそこまででも。焼き付くでは最強ピッチャーの人。この焼き付くでは最強ピッチャーの一人。多分シリーズによって違ったりするんだと思う。さあ、金子誠、バントを。いやー、バントじゃないな。バントじゃないな。ワンアウトあるもんね。ワンアウトしてるもん。ワンアウト。だもんね。いや、点取れんな。山村からは。なかなか。1点先制したはいいものの、次の1点が近鉄に入ったらわからんぞ、これは。また、優勝が遠のいてしまう。ツーアウト。何も。何もすることはなかった。坪井。
攻めるね、坪井の。坪井の打王が爆発してますわ。さあ、得点圏にランナーを進めました。セカンドランナーは坪井。打席には清宮。カウントはワンストライク、ワンボールというところで、さあ、ここでのバッティングはどうなのか。ツーストライク。チェンジアップで追い込まれましたが、さあ、4球目。これも振る。2打席連続の三振。いやー、この山村が、山村が強すぎる。近鉄が投手力のチームになってる。いて前じゃないのか。1点入ったな。また優勝できんのか。試合なんで一つ見たら割とお腹いっぱいだぞ。これを一つの動画で2試合立て続けに見せるなどというような苦行に近いものがあるだろうから、やっぱそれはできませんね。できませんね。何気にやっぱの近鉄、うちのチームのこの、なんだろうな、こっちへの打撃がさ、左、三遊間の打撃がさ、ここ、近鉄はこっちがここ武藤で、ここが中村のりなのよ。中村のりかな、片岡かな。どっちかちょっと定かではないけど。うおー、逆転された。その点でやっぱね、引っ張ったバッティングとかそういうのがヒットにならんのよね、この辺にね。右バッターの引っ張ったあたり、左バッターの流したあたりだね。さあ、ノーアウトで三塁にランナーを置きました。打席には小笠原新庄のスリーベースからの水口、ちょっと危ない、ちょっと判断悪いぞ。なんか今はちょっと、イエス、さすがつぼい。走らなけりゃな、すごいな。三塁で、まあ、同点十分でしょう。すごいのホームラン。すべてを帳消しにする一撃。三振、2打席連続で三振を喫しているこの清宮が、2者連続で三振からのこの花のある一発。清宮のホームラン見たの珍しいね。このここまで30回焼きつくやってきて、こんなに効果的なホームラン、そして清宮のね、なかなかいいものが見れました。さあ、あとはこの試合勝つだけって感じになってきたな。どう逃げ切ればいいのか。あとも得点はかなり期待薄だから。ちょっと待って。ローズ。どうだろうね。中村のり。のり歩かす。でも5回だしな。いや、歩かそう。これは敬遠です。のり歩かして片岡勝負。片岡勝負かな。片岡2割6分7人だし、片岡にゲッツ打ってもらいましょう。まあ、ここを抑えれば今の敬遠は帳消し。吉岡に打たれる豊田ではないよ。対右だしね。ビシッと遠くから見とるけ。ビシッと、素晴らしい、美しい。見た今の金子の守備を。金子じゃない、今田中健介か。もう取ってからすぐふわっとこう、もう二塁に投げてからね。ああいうのよ。ああいうのとは。走らせたいけどな。ダイソー出すべきなんだろうけど。石本ダイソー出して、まあ、通りできたところで
次のバッターが野口とか、ね、こう誠だったらやっぱしなくてよかったなってなるな。なここは抑えてもらいたい。豊田に抑えてもらいたい。豊田に抑えてもらいたい。豊田に抑えてもらいたい。バント、うい、左左左か。よしよしよし。さあ新庄の打席アウト。小笠原の打席アウト。坪井の打席見ていこう。坪井はヒットを打つ。いやセンターフライか。センターフライかな。ちょっとここはおおよかった。今誰に代打出した。ローズじゃなかった。ローズに代打出さなかった。ローズに代打、あ違うな。え誰に代打出したんだ。大村、平下か、武藤か、大村か。大村に代打出したんか。大村のままでよかったと思うけどな。大村直行かね。おいおい稲葉歩かす。このフォークの空振りを見たらノリさん歩かさんでいいでしょう。今のフォークのね、フォークに合ってない合ってない。よし、いいピッチングをするじゃないの。片岡歩かしたいな。片岡歩かしたいな。どうする、歩かすか。歩かそう。さっきのタイムリーはやっぱり嫌な予感がする。よしよか、よしよか勝負です。帝京魂。帝京魂とか言うとなんか打たれそうなんだよな。なんかそのおい、石毛割と前立てできてる。ホームランが見えてる。ホームランが見えてる打席。石毛に変わったということが、見えてるぞ。いやでも長打狙いの指示を送る。見せてくれホームランを。アーチを見せてくれ。やはりホームランは野球の花。それを今一度やはりこの清宮という選手がね思い出させて。どうすっかな、ダイソー出す、出さんね。清宮ダイソー出して石本とかにして二塁に進んで、まあそれでもいいけど、それよりはやっぱり置いたままおバンドあたりでダイソー出して、もしも二塁に進んでたら一三塁だったな。ここでダイソー出すか。坂東に石本と見せかけて森本、そしてバント、セーフティーバント。ちょっと処理が、なんだったら清宮にダイソー出すべきでしょって思うけど、まあでも例えばこの回に追いつけなかったら、いやお素晴らしい、素晴らしい、監督が冴えてました。どうよ、冴えてるって言われてる。監督っていうか社長だけど、社長自らがこうファックスでね、ファックスで指示を送ってるから、監督室に監督室にファックスで指示を送ったところでここでバンドの指示は出せんわ。携帯かなんか今あの大島の携帯鳴りっぱなしだから、ブル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 ってなってるから
こんなおうちで代打出せってこう、社長自らこう、はい、劇が飛んでる。なあ、のんきに代打出せ。えへへ、うえへへ。奈良原しか代打出せんぞ。采配ズバリ勝ちました、勝ち目しました。これはホームイン、最後はこの焼きつく脳のある俺に軍配が上がったな。焼きつく脳のあるあそこで奈良原を代打に出すという作戦が、うぃー、これは大きなリードですね。いや、今熱い試合だったな。熱い展開だったな。野呂原が今刺されたのか、守備交代。田中健介と奈良原で守備見たら、まあ、奈良原だよね。で、田中健介のところに、衰えたといえ奈良原ですね。ヴィンセントを入れると。まあまあまあ。まあ、こんなところでしょうな。いや、最後は優秀の美を飾ったな、奈良原が。うん、優秀の美だ。もう次のシーズン、まあ、焼きつくこれ続けるわけではないけど、2年目やるつもりはあまりないけれども、まあ、次のシーズン、たとえ引退したとしてもね、奈良原がね、この年、最後はいい活躍したなっていうファンの胸に残って。ピッチャー交代だ。最後まで投げさせられんかった。右だから、まあ、立山かな。立山かな。ピッチャー交代です。優勝の瞬間をみんなで見届けたい。この回は大丈夫でしょう。よし。高野。新庄が出塁。新庄は左バッターにはめっぽう強いから。この焼きつく的には滅法強いか面で、左バッターって今言ったか、左ピッチャーね、左ピッチャーに滅法強い。いやー、ツーボーイがいい仕事しますもの。さあさあ、回で点を取りましたが、ここは勇気だ。この勇気もね、焼きつき的にはすごいいい選手になります。ここは清宮のショータイム、オンステージ。ひどい、ひどい。こっちのシナリオがめちゃくちゃじゃないか。待って、DH 森本でいいの？仕方ない。一人しかいない。のワンアウト満塁。打席には、おバンドに変えて、ピンチランナーに入った森本が打席に入りましたが、フェンス直撃のタイムリーツーベースですね。これが試合運びの妙ってやつだな。ここでヴィンセントまで打てばすごいけど、なんか打ちそうな感じじゃなかった、なんか打ちそうな感じがしねえ。ねね、手放しで見ていた。さあ稲葉、見してほしい。俺がわざわざ稲葉を獲得したという意味を見してほしい。ファーねえ、どうなんだろうね。お、セーフじゃん、素晴らしい。ウォルコット、まあ見ておけ。ウォルコットなら盗塁できる気がする。足上げるモーションが長いから。これどうです、これが焼きつく脳の高さ、野球脳の高さや、ね、焼きつく脳の高さ。ウォルコットのデータは俺の頭の中に入って、投球モーションがでかいというね。この足を上げるモーションをするピッチャーが3人ぐらいいるのかな。この焼きつくの現役選手2人かもしれんけど、ミンチがあのモーションなぐらいだったかな。
とにかくこのモーション長いからランナーがいてもあの足を上げるのするからさ、隙だらけなんで、隙だらけ。いやー、9回になんだか、9回になんだか大味な感じになっちまったけど、まあじっくり優勝の試合を、優勝の瞬間を見ていきましょう。優勝のかかったこの最後の9回の1イニングを見ていきましょう。アウト。もうこっちで消えるカードはキャッチャーも変えてるし、キャッチャーももう残ってないし、外野手に石本1人、よし、あと1人。最後はこのタフィーローズで終わるのかな。終わらないね終わらないね。なのりさんだね、中村のりで終わろう。優勝の瞬間はこの中村のりを三振に切ってからだ。見ようじゃないか。すごいね、ホームラン38本打ってるぞ。最後はこのうちのチームのね、うちのチームの頭脳が勝ったという感じだね。頭脳ってつながりの良さ。よしよし、胴上げのピッチャーは立山、そして大島監督が宙に舞います。何回待ってんだ。次は日本シリーズね、もうちょっと喜びの余韻に浸らせてくれ。まさか勝てると思えんかった、思わんかった。勝ちました、グッグッ、勝ちました。いやー長かったけど、勝利を決めるまでがちょっと一悶着あったけど、終わってみればこの門が閉まらないピッチングしてやがる。ペレペン、いやー勝ったな、勝ちきれた。最後はなんかほんと自力を見せつけたって感じ、うちのチームが。なんだろうね、つながるチームなんだよね、やっぱな。そんなにあの、松本聖吾、この打者がまたいいんだ。こんな感じの名前の選手がいるよね。ハーモニー。松本剛かな、誠が抜けるだけの、いるよね。じゃあ、ここからちょっとすっ飛ばしていきますか。飛ばしていきますか。10月まで入れたい、10月まで行きたい。もうあとはもう消化試合みたいなもんだからね、日本シリーズだけ、日本シリーズまですっとばかして、すっとばかしていきたい。もうガンちゃんにはもうトレーニングビシビシとね、トレーニングをスローカーブのトレーニングビシビシとやってもらおう。誰投げさそうかな、誰投げさそうかな。あーかね、奈良原にもトレーニングしてほしいけど、この辺はまあ、おバンド、25でこれだもんな、非常に将来有望という感じがするね。4週前半と後半終わらせて、10月に入ってそこまで見して動画終了にしますか。ね。誰がいいかな。今関4勝4敗。宮前大工成績だけでしょ、昨日大工成績だけ。清宮が3打数の人に2割8分か。いやー、あと残すところ2試合かな。
135試合制なんでね、あと2試合かな。いや、あと4試合だ。あと4試合でどこまで成績がどうなるかっていうところだな。ミラバルに勝ちがついたからセーブでちょっと下に追いつかれるかもしれない。守護神にはなりたい。最優秀守護神賞。球場がもうあと26試合しか持たないな。修理した方がいいかな。おお、ロッテとの3連戦の最後は勝だ。3本しかヒット打ってないね。坪井のホームラン、新庄のエラー、新庄がエラー出ていると。清宮が全然打ってない。ここに来て全然打ってない。稲葉、新庄、新庄、小笠原、坪井、稲葉、野口、新庄。清宮打ってなくないか。5打数1安打。最後ガンちゃんで締めよう。このシーズンガンちゃんで締める。石井博俊が打たれて終わり。ここまで調子よかったのにな。これか、スリーランか。まあ、仕方ないね。左両打ちまで抑え、ここまではまあなんとかいって。田中、どの田中これ。この田中ってどの田中。あ、田中幸雄か。田中幸雄ですわ。確か言ったはずだっていうね。右に打たれてるね。岩本がミスターファイターズに打たれるのは仕方ない。最後ちょっと締まらんかったけど、まあ2位に 8.0 ゲーム差、上々でしょう。これでシーズンが終われるんだっけ。130、あと1試合やるな。あと1試合やります。大井大輔選手、ホークスを逆指名性がある。逆指名しました。さあ、シーズンじゃない、月が変わりますね。今月の決算9218万円の赤字。月別順位強いですね。9月13勝8敗。7月がおかしいな。7月がおかしい。そんなに勝ってたか、7月。でもまあ、負け越してる月が5月しかない。あとはもう、まあまあ、毎回貯金を作り続けてきた時。一方、パリーグ、セリーグは、巨人が、巨人が怒涛の勢いで勝ちまくってる。すごいな。これと当たるのか、日本シリーズの。イエーイ。いい。小笠原が最短打ですな。小坂誠54盗塁。途中加入の稲葉が 10エラー。主に DH 出ていたはずのバンドが9エラー。いや、惜しかったね。 2.28。 最後に投げ出してみますか。最後の一試合は清水、関根に初三振では、って感じだな。うちの投手で見たら岩本と関根、そして豊田が入っていた感じか。勝率の方、まあ、この三本柱って感じかね。三本柱で豊田いる。シーズン前半は多分、シーズン前半は多分金村投げさせてたから、勝った星の数とかいうんで見ればちょっと違ってくるかもしれない。金村の勝ちも当然うちのこの優勝には含まれていた白星でしょう。チャレンジ。テレレ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 レ
この10月っていうのをね、あのサムネにするか、優勝決定のシーンをサムネにするか、いや優勝決定のシーンをサムネだな。10月っていうのはないわ。カレンダー、カレンダー、野球選手のカレンダー、メッツ時代の新庄のカレンダーを持ってる。何これ、ノートパソコン。一応アイテムリストに加えろよ。ノートパソコンがまだまだ珍しい時代のゲームです。そうでもないか。あのノムさんのね、あの ID 野球とかなんとかつって IT 野球、 ID 野球か。まあ、 あのその時代だから、確かそのベンチにね、パソコンなんかを持ち込んで選手のデータがどうのこうのみたいな珍しい時代の、それは珍しい時代だね。ディープランニングさんに500万円1ヶ月で優勝を決めても、この開発の手を緩めるわけにはいかない。これはもうルーチンと化してるから、開発の手を緩めるわけにはいかない。当然グッズの販売の売れ行き云々によってっていうのをルーチンだから変えるわけにはいかない。そうか、台風か。やたら風が強いなって思った。そうそう、台風だわ。そら台風ですわ。これ、目が。鉢巻き。こんなもんでしょうね。こんなもんでしょうね。最後は最優秀防御率をかけて、関根をマウンドに上げるので、関根を調整か、もしくは休憩させていきましょう。ね、休み、こいつも投げさせてもらいます。投げさせていいですかね。体力、まあ体力っていうか落ち気味だな、調子が。ちょっとダラダラと続けてます。続けさせてください。一応全部の試合を消化してから、試合を消化してからこの動画を終わろうかなと思ってるんで、最後は関根がベシッと、あれ全然体力回復してね、ベシッとこう冷風して1点取られてんな、もったいない。この1点取られなかったら2.23、この1点取られなかったら最優秀防御率狙えたかもしれん。攻めたけどな、うちの関根も最後攻めたけど、さあ最後どうなったか。これ135試合全部消化じゃないかな。これでお休み、お休み、お休み。135試合全部シーズン全部終了です。35試合、81勝、53敗、1分け。最後は勝ったということで、ホークスにめっぽう強かったな、なんか。いやー、ここな、壁が厚かったな。もしかしたら0で9回抑えても、松坂をまくれんかったかもしれない。続いて本日の特集です。竹下正幸選手がライオンズを逆指名しました。以上、ここまでだね。次は日本シリーズだということで、だということでここまでです。30分、35分か。ちょっと動画として長かったね。終わって優勝しましたっていうところで、動画ビシッとこう切って優勝ゴーってしてもよかったんですけど、まあまあね、まああの優勝しても野球は続くんで、シーズン終了まで行った方がいい。シーズン、あそこで終わって、そこの週で動画を切ったら、なんか、いまいちってなりそうじゃない？ということで、日ハム優勝決定動画でした。次は日本シリーズだね。日本シリーズはもう、あの、生で観戦させていただきましょう。生でっていうか、その、
あんまり飛ばさずに、いや飛ばしはするね。飛ばしはするね。さすがに、焼きつくの感染をずっと見るのはないか、ないと思うから。でも、じっくり見てもいいな。まあ、ちょっとそこを考えながらいきます。ほいでは、ほいでは、長い長い焼きつくの、日本ハム、日ハム清宮シリーズ、清宮日ハムシリーズ、日ハムの優勝で今シーズン終わりました。さあ、日本シリーズはどうなるのかということで、お楽しみ。こんなこと。